あの、多分、今日、初見さんたくさん来てくれてると思うけど、ごめんね。僕、男だよ。JK じゃないよ。男です。ごめんよ。今なら <laughs>、間に合うぞ。ということで、今日は、えっ、ー、とー、3D のね、お披露目の選ばなしをメインにしていこうかなって思っていて、実は絵コンテとか、 台本が用意してあるのでそこら辺のね紹介も兼ねてみんなと共有できたらいいかなって思ってます書いたのは僕じゃないんだけれど構想とか内容はほぼ全部僕が作ったものなのでそちらのね紹介をしようかなと思いますはいこんな感じで作っていました気象家の中を紹介 とりあえず家の紹介とであとその流れを変えてみようみたいな感じで絵コンテからね入らせていただきましたあえっ、ー、とあとあらかじめ言っとく必要があったことが一つもう一つあったわこれはねえっ、ー、と生配信だよ生配信だって感じで始まるで いやすごくない僕、これ、僕の部屋なんだけどさ、よくなんか、猫の画像とかさ、よく、みんなに見せるじゃんこ、この、こう覚えといてね、これね、これすごいんだよ。ちょっと布団の色はさ、若干、違うんだけど、ここに、いつもね、こんな感じで猫がね、いるんだよ。まんまでしょ。ね、完全に一緒すごいでしょ これね、第一のこだわりポイントです。では、ここね、ここ、えー、っと、はい、ガン割まりベロ出しポイント。これも、僕がわがまま言って、ベロ出してくださいって、あの、3D 決定した時に言っときました。一応もう本当に、半年がかりで作ったものなので、構成はね。だから、こういう表情が欲しいっていうのはもともと決めてて、 ベルはどうしても欲しいって本当にカッター舐めるのやりたいなって思ってたのでやりましたこれも僕はね結構入れですなんかめっちゃ言ってる押し入れの話だねこれはガチでお札貼ってますこんな感じですこれはえっとスタッフさんに写真送ってこれ全く同じの作ってくださいってこれもまたね僕わがまま言っちゃいました なんてやってくれました。このズタ袋、めちゃくちゃ重かった。これは、だいたい30キロぐらい。人間のね、サイズです。これね、えっと、大きさをだいたい比較すると、中に、真っ白、僕が入ってるぐらいの大きさなんだよ。カメラの存在に気づくって感じだね。どさってズタ袋を置いて、近づく。 かからのカメラに向かって指を指すこれは元ネタは、えっ、ー、と、以前、配信で話した、子供の頃、エレベーターの中に防犯カメラがあって、防犯カメラに対してずっと指さしてたら、管理人ビビるんじゃねっていうそういう、あの、いたずら心があって、それをちょっとね、あの、今回、森の中だけど使ってみました。 で、まあ、有名な小鳥箱おさえかりそうな立方体の箱だからちょっと面白そうだなこれね若干聞こえないかもしれないんだけど振ってる時に中からねサカサカ音がしてるんですよ、まあ、小鳥箱の設定としては子どもの指が箱の中に入ってるっていう設定なのでそういう意味も込めて何か入ってるんじゃないかなっていうのがあったらいいかなと思って入れたんだけどでしたねこれ買ってこうかな ほらもうねその都度僕ね音を鳴らそうと必死になってたんだけど<し>ダメみたいだったですねで木更木駅なんだけど実は絵コンテにはなかったんですよはい絵コンテにはなくて散歩行ってえっと途中で急にこの目を覚ますと知らない天井ここに移動する流れだったんだけど穴を掘ってね だか如月駅は実はねあのー、あまりいい言い方じゃないんだけど尺稼ぎです尺稼ぎうん如月駅かでさらに尺稼ぎをするために、ねね、こっから人の気配が全くないのはのスクシとタイムに入りますこれはあらかじめ取っといたやつですねあらかじめ取った えーとエクソシストのスパイダーウォークのシーンこれびビックリポイントとして脅かしてしまったのではないでしょうかついておいででついておいででくんだけど今分かったここに小鳥箱を置きっぱにしちゃうんですよだから誰かがこの小鳥箱拾って呪いが伝染してしまうっていうそういう設定です ここもうここはね車庫コってとこもねタイミング合わせてくださいってねやったんだよここはやっぱりねこだわったなちゃんと掘ってバッて振り向いて近づいてくるこれはアドリブです冗談冗談これはアドリブ なぜか OK もらいました <laughs> こっからえっ、ー、とーこれだね絵コンテでいうこの謎の施設に行くところになるんだねこの知らない天井というか施設はえっ、ー、とー SCP の施設をモデルというか意識して作らせていただきました本当はあのー、SCP の他のなんだろう 17 3とか災害さんとかを連れてこようかなって思ってることもあったんだけどさすがにあの金利関係的にまずいんじゃないかなってことになって今回はあのざっくりとねした施設だけ作ってもらいましたで目覚ますとこっから一人称視点になるこれ僕ですネタバレ言うと 実は最初から最後まで、もう一人いたのは、僕です。リスナーでもあり、僕です。そうですね。誕生日ボイス買ってくれてる人はわかるかもしれないね。そういう、あのー、ぶっちゃけ今回の 3D 配信って、あのー、割と、やってみて、自分でやって思ったんだけど、初見売買なんですよ。 マジで、あの、僕の配信見てる人にしか伝わんないネタ、めちゃくちゃ入れちゃったので、そこだけが本当に申し訳なかった。ここで、えっ、ー、とー、みんなに考えてほしいっていうか伝えてないのは、今いるこの真白は、さっきのどっちの真白だったかっていうのは、ちょっとね、 自分でで言っってててよくかかんんんんななないいだけどなんでこんなとことにいるのかってそこはもうご自由に考えてほしい面白いところだよねもしかしたらこっちが埋められていてえっと今入ってる方が埋められていて自分の視点の方がえっとさっき動かしていた真っ白なのかもしれないしねねえ君がここに来てくれたおかげでようやくここから出られるしねこれはねタイミング合わせるのほんとに難しかった。<laughs> キってはいとりあえずで歌があって終わりなんだけれど歌はちょっとね今カットさせていただいておりまして、まあ、その理由としてはなんか決してネガティブな理由でカットしたわけではなくてえむしろほんと今は詳しいこと言えないけどお話し次第でこれからより良い方向になる可能性があるのでねそちらの方ほんと少し少しの間 待っていて欲しいいしです最悪そういう方向にならない可能性もあるんでそうなったらベッドでまた動画はね動画として投稿させていただこうと思ってるのでというのももともと実は歌ない予定だったんですよ歌ってみたは気づいてる人いるかもしれないんだけれどこのお話は自分の中でループさせていて今ここで首が折られて倒れた倒れたのが自分自身 真白だとしたら、そっから、ループで、うなされている夢を見る。これ首を割られて、ううってなっているところですね。ここに戻るっていう感じです。ただ、えっ、ー、と、ここで動かしていた真白と、このエレベーターに乗っていた真白は、 同一人物なななののかかももししししれいいえっ、ー、とドイツ人物じゃないのかもしれないっていうそういう中二病の設定は入れてるよーってそういう感じです。以上が僕のね 3D お披露目配信の、ま、裏話というか全容でした。<music>